そうですね、一生許さないですよ、そういうことないだ。もしもし、オスカー誕生日おめでとう。え、怖い誕生日おめでとう。ありがとう、ともきくん嬉しい、めちゃめちゃ、すごいテンション高いな。ともきくんのじゃあ第一印象と今の印象、星川の第一印象は炎上してる女で、そうよね、炎上してるからコラボしてくれるんじゃねえかなっていうのが第一印象で、マジ今の印象は、マジでね、星川って礼儀正しいよ、裏で。え、嘘、マジ挨拶ちゃんとするし、連絡も早いし、それはね、玉木くんだけだよ。そうなんだ普通に嬉しくて照れちゃったけど、ね、僕にマジで早くない？玉木くん以外が好きじゃないとかじゃないんだけど、玉木くん、なんか返したくなっちゃうんだよね、確か好きなんだよね、なるほどね生物的に、星川ってさ、VTuber 業界で一番僕のこと男だと思ってるんだよね。え、思ってるよ、めっちゃ思ってるよ。いや、めっちゃなんかさ、もうオスだと思ってる。お付き合いたい、股間を狙われてる感が怖いんだけど。絶対股間狙われてちゃやめて。狙ってる襲わないでください。やめてください、星川さん。そうね、星川、ためてんのがマジ最高のことだと思ってる。付き合いたいもん、星川。大体さ、星川だけだもんね。すごい僕の股間見てるもん、星川いつも。じっと見てる。バレてる。すぐね、僕の股間しか見てない、こいつ。僕の顔じゃなくて股間見て喋るタイプの女だから。股間言うな、あんまり。やめてよ、僕あの DT なんだから。一緒にハンベル行こうねって約束したもんね。ね、汚い汚いな。